パイピング現象を起こしたディトンダムダムの中央から茶色に濁った水が漏れ出しているパイピング現象は浸透水の挙動により生じる地盤や構造物の破壊現象単にパイピングと呼ばれることもある透水性の鉱も参照のことシルトや砂質の地盤内で脆弱な部分に浸透水が集中すると やがてパイプ状の水の通り道ができる。パイプの前後における水位差があり、動水勾配が大きくなると土中の浸透性が高まり、水とともに流動化した土砂が地盤外へ一気に移動する。動水勾配の増加次第では土砂が噴出するような激しい挙動を見せる。ティートンダムをはじめ大型の構造物や建築物などがパイピング現象をきっかけとして、 崩壊に至ったケースもある。堤防やダム、地中壁など、大量の水に接する土木工事の現場では、構造物の内外の水位差や、土質の状況を確認することにより、パイピング現象が生じないよう注意が払われている。2020年、土木学会メンバーや学生らが、豪の川のパイピング現象の場所を掘削して土砂が、噴出した部分の断面を観察。周囲より、 色の薄い地層が、下から湧き上がる構造が確認されている。砂防用語集砂防学会2004年、P255、堤防害に、土砂噴出パイピング現象桜井で、専門家地中調査、中国新聞2020年12月24日、島根版、絹川の決壊、パイピング現象が起きたか、日テレニュース24、2015年10月5日、 河野川堤防下から浸水も7月氾濫3、地区パイピング、中国新聞2020年8月20日。ありがとうございます。